さあ始まりました新番組鉄トークの時間です。この番組は鉄道が大好きなゲストの方をお迎えしてご自身の鉄道趣味について熱く語ってもらう番組となっております。鉄道がすごく詳しい方やそうでない方にも鉄道の楽しさが伝わるような番組にしていこうと考えております。はい、ではそれではMC の自己紹介に移りたいと思います。まず私が一人目の MC を務めさせていただきます。新潟大学大学院自然科学研究科修士1年の立花宗太郎と申します。よろしくお願いします。では二人目の MC の紹介に移りたいと思います。ではどうぞお願いします。はい、新潟大学の、経済学部3年生をしております山田岳と言います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。この2人の MC で、番組を進めていきたいと思います。では本日のゲストの紹介に移りたいと思います。では本日のゲストの阿部正幸さんです。はい、よろしくお願いします。はい、人文学部3年生の、阿部正幸と言います。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、それではまずつかみトークとして先日 JR のホームページにおいて新潟地区についに新しい形式の電車が導入されるという発表がありました。これについてちょっと掘り下げていきたいと思うんですが、まず新しい電車の名前ですね、E129 系という名前になります。で、来年度2014年度からの導入が予定されています。これについていかがでしょう、阿部さん。そうですね、これが新しい車両ができちゃうってことはこう今まで走ってた電車がなくなっちゃうっていうことなんと思うんですけど、はい、まあ、今走ってる電車すごい古くて、まあ、小さい頃から自分も乗ってたんで思い出もあるんですけど、やっぱ新しくなるっていうとこう乗る方としては快適になっていいんじゃないかなっていうふうに思いますね。うん、そうですね、まあ、ここのお二人は新潟出身ですよね。はい、やっぱり立花さんもそういう思い出とかもよくあるんじゃないかな。そうですね、私の場合高校大学の学部とずっと通学に、今走ってます115系を使ってましたので今の電車には非常に思い入れがあります。ちょっとまあその電車がなくなってしまうことにはちょっと寂しい気持ちもあるんですが、その反面新車に対する、まあ、ワクワクした気持ちも、あります。すごい楽しみです。お二人はもう生粋の新潟人ということで、もうこの辺走ってる今走ってる旧型の電車ですねにはかなり愛着があるようなんですけれども、はい、自分は大学になって新潟に来たものでそういう愛着っていうものはまだあんまりなくて、正直こっちに来てああなんか自分のいたところで随分前に走ってたような古い電車が走ってるんだなっていうのがこっちに来て正直な感想で、まあ新しい電車になるっていうことはまあなんていうんですかね、まあ自分のところに自分の地元にとっては当たり前だった電車が来るっていうそういう感覚なんですけれども、まあ新しい電車が来るということで、はい、どういう電車になるかっていうのをちょっと説明していただけますか。はい、新しい電車はですね、内装がユニバーサルデザインを取り入れた、まあ、誰にでも優しい、車内設備となっておりまして、さらに、現在新潟地区を走っております115系の消費電力の半分で走るという極めて環境に優しい電車となっております。あとは新潟県を走りますのでやはり体感、大切、寒さに強くて雪に強い、設備を兼ね揃えた列車となっており車両となっております。そうですね、やっぱり新潟にいるってことは新潟を走るっていうことはやっぱり雪とか寒さっていうのもどうしても何とかしなきゃいけないっていうところなんですけれども、まあそれに関してなんですけど電車の色っていうのはまあ、あの計画の中で電車の色っていうかイメージ図っていうのも出てるんですけれども、まあだいぶ温かみのある色になってますよね。これはどういう色なんですかね。ちょっとお二方どちらか説明できるいらっしゃいますか。はい、
僕が見た限りですと、黄色と何か、ま、赤系の、ま、太いラインが入ってるデザインで、僕はなんかその赤い方が、ま、オレンジって言ってる方がいらっしゃるんですけれども、僕はなんかそれが、ま、ピンクと言いますか、それに見えて、あ、新潟県らしく時色を再現されたのかなっていうような率直な感想を持ちました。あれは時色なんですね。随分新潟らしい車両になるっていうことで、いや、そうですね、そろそろちょっと長くなってきてしまうので、はい、まあ、メインのコーナーに移っていきましょうか。はい、それではこの番組のメインのコーナーとなります鉄トークに移りたいと思います。このコーナーはゲストが自身の鉄道趣味について熱く語ってもらうコーナーとなっております。それではゲストの阿部さん、よろしくお願いします。阿部さん、本日はどのようなお話をされるんでしょうか。そうですね、今日まあ、電車何を楽しむかって言ったら、はい、まず第一に思いつかぶのがこう乗ることだと思ったんですけど、はい、でまあこういろいろな夏休みとかに出かけてったのが北海道に行ってきたんですけど、北海道の電車にこう乗ろうって言って行って、はい、目標が北海道の JR 線全線に乗ろう。すごいですね。一応達成してきたということで、北海道と言ったらやっぱりすごい大きい、でっかい道って言われるくらいですからね。だいぶ苦労したんじゃないですか。いやー、本当1年生の夏休みと2年生の夏休み2回行って、まあ、全部乗ってきたんですけど、ガチで行ってきましたね。ガチです。さあ、すごいですね。さあ、どのような手段で行ったんですか。そうですね、まず写真が出てると思うんですけど、これ急行浜那須って言って、もう全国での JR 線で確か唯一の急行ですよね。そうですね、急行列車ってまあなかなか聞かないですもんね、うん、この辺だとやっぱり早い電車は特急か新幹線ですもんね。あとは時々快速とか、まあ、そうですね、急行列車っていうのはなかなか聞かないですけど、はい、これでこれどこから走るんですかね。これは青森から札幌まで走ってます。青森から札幌まで、途中青函トンネルとかも通って行くやつですね。これに乗って北海道までまず行きます。はいはい、行きました行きました。さあ、北海道に寝るということで、いや、次の写真、はい、これは浜那須って書いてありますけど、まあこれはさっきの電車の、そうですね、前っていうか、うん、先頭車両がこう機関車が引っ張ってて、はい、後ろが客車になってるんで機関車が引っ張ってる、はい、今時珍しいタイプの列車なんですね。そうです、電車じゃないんですよね。だからちょっと気になったんですけど、右側に置いてある三脚みたいなのなんですかね。あれは確か停止目標みたいな感じです。こう先頭車がどこに止まるかっていうあれなんですよ。確かに本当にこれしか走ってないんで、なんか特別この列車専用のものみたいですね。なんか蹴られそうですよね。あそこに毎日ポンって置くんですかね。多分駅さんが多分置いてるんじゃないですか。ここに止まれよって感じで、なんかはぶられてるいや、それだけまあ珍しい電車ってことなんじゃないですかね。あ、電車じゃないよ。まあその辺はの色々、いろいろ、そうですね、機関車で、はあ、これで、ちなみに乗り心地の方は、非常に良かったです。非常に良かった。カーペット列車って言って、こう雑魚寝ができる席があって、そこで行ったんですけど、すごい快適に寝ることができました。はい、ということで多分次の写真も来てくれるんじゃないかな。そうですね、これはなんか分かるお二方に思うと思う列車が右側の赤い電車だと思うんですけど、右側の赤い電車、まあちょっと説明させていただくと、北海道で初めて導入された電車の生き残りですね、711系、まあ、赤電って呼ばれたりもしますけど、この電車がもう最近だんだん新しい電車に置き換わってきて、まあさっきも言ったように新しい電車に置き換わるってことは、まあ古い電車がなくなっていくことっていうことなんで、だんだんこういう光景も見られなくなっていくと。そうですね、はい、やっぱつい見つけちゃったんでこう写真撮っちゃいました。あ、そうですよね。いや、行き先表示が回送ですね、もう終わったんですね。終わったんです、はい、左側は今北海道で主力で走ってる車両ですね、多分。そうですね、形式は何でしたっけ。721系です。721系、はい、おなんか快速エアポートって書いてあるんですけれども、
快速エアポート、これは、はい、あの千歳空新千歳空港に向かう、そうですね、そうですね、はい、この車両の、快速エアポートは小樽行きでしょうかね、はい、はい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 、そうですね、はいはい、次お願いします。はい、次ですね、これ釧路駅で撮ったものなんですけど、これ右側にいるのが特急列車で、はい、ディーゼル走ってるんですけど、すごい速いんですね、130キロぐらいで、でなんか振り子がついててすごい本当に猛スピードで走ってって、俗に言う暴走特急ってやつですね、まあ、すごかったです。これも途中乗ったんですけど、はい、まあでも快適に早く移動することができて、そうですよね、はい、なんか特急電車っていうとあのなんか電車ってイメージが強いんですよ、うん、でもこちらの列車が線ありませんよね、気動車なんですけれども、やっぱり130キロ出せるってすごいですね、すごいですね、はい、こいつすごいですよ、あの青いところの、あの白で振り子って書いてあるあの振り子の子の字がなぜか CO なんですよね、 KO じゃなくてローマ字じゃない、なんかちょっと面白いなと思ったりするんですけれども、うんうん、ね、まあそうですね、この車両はあのすごく高性能な車両で、機動車って、振り子には向かないんですよね、そうですね、はい、はい、あの振り子列車の大体の構造って言いますと、あの車両をあの遠心力で傾けるんですね、で、ディーゼル列車の場合はディーゼルでもちろん車軸を動かしますから、その車軸を動かすディーゼルエンジンにかかる反発力で車両が勝手に傾いちゃうことがあるそうなんですね、なので機動車は振り子は向かないってよく言われるんですけど、まあその辺どうやって解決してるのか、うろ覚えで申し訳ないんですけれども多分そのディーゼルエンジンで傾いちゃうっていうことを防ぐ案として、うん、確かあのうろ覚えなんですけど2台のエンジンを逆さに動かすことによってあの打ち消すっていう方法を取ってたと思うんですね、確か、すごい、考えた人すごいなとか思いますね、なかなか乗ってみて楽しかったです、楽しかった、で今度左の今度ちっちゃい列車行くのって行ったんですけどこれあ根室駅ってとこです、根室駅ですね、あ次の、はい、これは最東端の有人駅ということで、あの最東端の駅ではないですね、最東端の駅は隣の東根室っていうのがあってそこは本当無人駅なんで、その根室駅が終点なんですけど、そこがまあ最東端の有人駅っていうことで歌ってるということで行ってきました、ここまで遠かったですね、遠そうですね、あちなみにあのその右下に最西端佐世保駅って書いてあるんですけども春休み佐世保行ってまいりました、自分も、おおということで東と西制覇したということでどうもありがとうございます、はい、ありがとうございます、いやーここまで遠そうなんだ、今度打って変わって最北端です、今度これは稚内ですね、稚内に行きました、稚内ステーションって書いてありますね、稚内ステーションです、後ろすごいなんかガラス張りで綺麗になってます、かっこいい駅舎です、ね、でなんか最北端っていうくらいだから、なんか何もないところに駅があるのかなっていうイメージですけどね、結構大きい駅なんですね、結構大きい駅でした、ここは某映画館が入ってるなんていう、なかなか某映画館が入ってるんですよ、え、W ですか、あ、W です、はい、あ、W じゃないです、 T の方です、あ、T の方ですね T の方です、へぇー、はい、ここにも行ってきました、はい、で、これがそうですね、夕張駅なんですけれど、はい、まあ普通のなんかちっちゃい駅だなと思うんですけどまあここ個人的にはですね北海道全部乗り尽くして最後に着いた駅が、おー、この夕張駅なんですね、終点お疲れ様でした、お疲れ様でした、なんか調べたら全部で JR 北海道2500キロぐらい走って、おほう、いや、あの2500キロただ走るんじゃないですもんね、行って帰ってくるのされてるそうなんです、ぜひ北海道楽しかったです、春休み九州行ったんで今次は北海道にぜひ斎藤谷に、斎藤谷、斎藤谷、いやちょっとそこまではいかないかなはい、ありがとうございました、ありがとうございました、いやそろそろちょっとお時間が来てしまったようなので、まあ今週のテストークお別れの時間ということで、また来週もゲストの方に熱いお話をしていただくと思いますので、まあ、その時までまたよろしくお願いいたします。ではこれでさよならということで、
ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。